はい、解説していきます。玉型1三金、1三金、2一玉、3一金、3二飛車です。攻め方、失礼しました。5一角もありますね。そして攻め方、2四金、3三飛車、4三角、持ち駒金が1枚ということで解説していきましょう。3二飛車になるから、同金で4一飛車打ちですね。4一飛車打ちで、3一に、桂馬打ちまして、これで合駒ですね。3一桂合いで、3二角成、3二角成。で、同じく玉で取ります、同玉。で、4三に金を打ちまして、4三に金を打ちまして、同じく桂ですね。同桂で取ります。これ桂を逃がすという役があります。で、2一金打ちで、3一金打ちで2一玉、そして2一金、そして、こちら3二玉。で、最後は、3一飛車なるまでということで、13手詰めですね。ぴったり詰みます。ということで、ご視聴ありがとうございました。